はい、おはようございます。ヒロです。本日はガメラの新鮮動画を撮っていきます。はい、がっくりしましたね。ガメラなんですけど、ガメラなんですけど、サミーからディスクアップ的なね、技術介入機として最近出た機です。で、まあ、僕ディスクアップの実践動画も前出したんですけど、まあ、こういう甘めの、ね、技術介入機っていうのが好きで、このガメラの、ね、PV が出た頃からすごく楽しみに待ったんですけれども、打ってみたところ非常に面白いと。面白い。でこの面白さをね、どうしても多くの人に伝えられたらということで、本日はパチスロカメラの実践動画を撮っていきます。通常時は、左から赤7を押してください。メイスでもチェリー揃うことあるん で結構来ます。なんもなんかずっとカメラ寝てるけどチェリーみたいな。まあ、今日はその簡単な打ち方と具体的にどこが面白いのかというところを見せていければと思いますので、麻雀警察の、ね、YouTube チャンネルをご覧の方でパチスロに興味ある方はぜひ見てください。で一応これ6号機です。なんで、有力感とか、そういった概念はあるんですけれども、まあ、ほとんどそういうのね気にせずに遊べる。で何がこの機種すごいかっていうと、まあ、吸い込みがねえぐいです。結構1000円で30ちょっとぐらいかな。で結構吸い込みます。でその吸い込みを実現させているのがこの左赤玉狙いですね。左に赤玉狙って止めろよっていう。じゃあ逆になんで赤玉狙わなきゃいけないかっていうと、これバーを揃えられるんですよ通常時に。まあこれちょっとショートフリーズかかってるんですけど、通常時に、バーを揃えてしまうとペナルティー状態になってしまいます。これはねしょうがないです。なんかこの吸い込み性能とかなんかいろんなものを実現しようとしたらなんかならざるを得ないみたいですね。で、まあ、じゃあとりあえずバー、一番最初に揃えてみます。どうなるのかっていう、まあ、揃えた。あ、これなんかモードダウンか分かんないけどなんかしました。でこれなんか狙えてくるんですよね。これ狙わなきゃいけないです。でバー揃っちゃっても即ペナルティーってことはなくて、うっかり間違ってバー止めちゃったよって言ったらこのナビに従ってください。でガメラ止めてバーで、これで1回目。なんかこれをね3、4回やらされるんですよね。だからとりあえず面倒くさいんでペナはしない方がいいです。でもう狙ってくださいってやつをじゃあそのさらにミスってみたいなことだったら多分、まあ、プレイヤーにとっておそらくよくなさそうなことが起きるんで、まあ、とりあえず、まあ、ペナしないでください。左から、左というか赤7狙って押してください。まあ、赤7さえ止めてれば右からでも左からでも別に大丈夫なんで、通常では赤7ではこれ絶対です。あ、これですね。これね、これもねちょっと難しいんですよ。そう、こういうの何回かやんなきゃいけないです。これめんどくさいです。まあこのありましたね、装填の件とかにもペナルティで全然当たらないしコインも減らないけど、コインは超微妙に減るのか、微妙に減るけど、ね、ペナルティみたいなやつありましたけど、なんかあれはもうなんか6号機の使用上というか、なんかいろんなものを実現するためになんかやむを得ないみたいですね。はい、まあ、細かい話はあれなんですけど、なんでこんなになってるかっていうと、通常時、一応もう常に中でボーナスフラグバーが立ってて、あ、でそういう例えばスロット内部の仕組みとかそういうのについてね語ってるめっちゃ面白いインパロンっていうチャンネルがあるんですよ。あ、リゼロのストレート AD ってどうなってんのとか、あのね、ルパンの世界解剖とか、あれ何なのみたいな、そういうなんかスロットの中がどうなってるかっていうので非常におすすめです。はい、そうね、これで今4回目ですかね。何回やれば復帰するのか、ちょっとまあたまに3回4回ぐらいだと思うんですけど、まあ、とりあえず俺が言いたいことは、めんどくさいんでペナらないでくださいっていうことです。はい、ペナ復帰したかな。
はい、ということで、で一番最初に、ガメラの良くないところ見ました。でここからもういいことしか言わないです。ここだけなんで、あの欠点といえばで、この台の特徴、まず基本静かです。かなり静か。もうこれずっと寝てます。カメラだいたい寝てますで、ビッグとレギュラーありまして、一応設定1で比率が、ビッグが6、レギュラー4で、レギュラーは100枚ぐらい、ビッグは550枚ぐらい、取れるっていう、台になっております。一応 AT 機なんですけど、まあ感覚は A タイプと同じ感覚で打ってもらえれば。ただ一応天井ありまして、ビッグ5が、1000ゲーム、レギュラー5は930ゲーム。でもここは、まあ、そんなに、でも600とか700とかいったらもう1回当たるまで打った方がいいですね。天井でね、ビッグひょっこり出てくるなってこともあるんで、600とか700余ったら当たるまで打ってください。それ以外はどこでやめても、まあ、あんま変わんないです。で、まだ揃ってないんですけど、赤棚の上にある緑色の怪獣、これギロンっていうんですけど、これね13枚役です。こぼすとめっちゃ痛い。お、これ一応チェリーギロン対応かな、はい、そう、これ13枚役だ。これ絶対こぼさないでください。まあ20スラッとすると、260ジュース2本。あのガメラビッグボーナス中に技術介入があるんですけど、まあそこをねミスする分にはしょうがないです。あの人間なんで、それはたとえ2コマだろうが3コマだろうが、もうミスするときはミスするんで。で順押し、まあ僕の打ち方なんですけど、通常時はもう S ないときは大体順押しです。 VS チェリーがあるんで、でなんか強い S、ドカーンとかハーポーンとかあったときは逆押しでリーチ目を出して楽しむ。おあっ、これめちゃくちゃ熱いやつですね。地押しするか、いや逆押するか、一応見よう。これ近くですね、これ。いや近くじゃないや、全役対応だったな。当たってます。はい、はい、で1回目の当たりは、怒りからで、この機種 AT 機なんで、あのボーナスすぐ揃いにならないです。ボーナスをすれられずに、この演出が終わった後にボーナス確定ドギャンっていって7揃えられる状態になります。1回目だって138ゲームカメラ大勝利なんで、俺これね、カメラ何がいいってね、カメラがね、とにかく可愛いんですよ。可愛い。あー強いね。いやこれで、これが、ビッグボーナスです。これね、500枚ちょっと取れます。で、なんでなぜ動きでビッグボーナス500枚ちょっとも取れるかっていうと、まああの見てくれば分かります。ビッグボーナスは、ジャック5回消化で終了が条件なんですけれども、このジャックね、上乗せできます。怪獣を倒すことによって、で、この怪獣を倒すために、これ今青い怪獣なんですけど、がどんどんこの怪獣が弱くなっていく。どうすれば弱くなるかっていうと、この今出ました赤などの技術介入、これ成功すると黄色になると。でこれでどんどん敵を弱くしていって倒す。で倒すと、このジャックが1個追加されると。で技術介入は赤などの常駐弾2コマです。結構押せる。リスクアップ押せなかった人でもね、これは多分8割ぐらい押せるんじゃないかな。俺ディスクね、成功率多分8割ちょっとぐらいなんですけど、この赤棚はね、俺結構押せます。9割、体感9割以上押してる。で、このバトル中なんですが、この怪獣ね、ひたすらガメラがこの火の玉とか、回転攻撃とかで攻撃していって、最終的に怪獣を倒せれば、ジャックを乗せ、ジャック1個あたりで、ね、大体90枚ぐらい出ます。なんで単純計算して今、5個なんで450枚ぐらい、1個上乗せすると、550枚ぐらいっていう感じで、どんどん獲得枚数を上乗せしていくと。これは今までの A タイプになかったボーナス消化中の楽しみ。このバトルもね、単調なんですけどね、楽しいんですよ。でこの間のレア役も一応怪獣を倒す抽選してます。
何匹が倒すかと言いますと、まあ、チェリー確か 10% ぐらい、スイカギロンですね、ギロンが、25% ぐらいで、レアク立ってる時にたまにここのランプつきます。これガメラの目らしいんですけど、このガメラの目がギャリーンと光ったらちょっとチャンスです。でこの攻撃も、まあ、強ければ強いほど、チャンスと。まあバルボンはね結構硬いからね、あんま期待しないです。でもたまに倒せる、ね、でこれで回収逃げられちゃうと。でまたジャックの、この画面に戻るんですけど、ここで、バー揃いを引くとボーナス始まっちゃうんで、バー揃い引く前に、5分の1ぐらいかな、5分の1ぐらいに立ってる赤根だ、技術介入を引ければ技術介入チャンスと。はい、まあでもね、これね赤根で引けないときマジ引けないです。もう1回のボーナスで全く引かないなんてこともあるんで、まあ引けないときは、うん、腕がないってことで。純増なんですけど、何枚ぐらい、体感4枚5枚ぐらいなんですけど、なんかあのこのバトルしながら球出てくることもあって、全然なんか消化中にストレスとか全然ないですね。まあ外れ目多いときは多いけど、まあ気がつけば終わってるっていう感じですね。この波出てないときの攻撃当たるとチャンスです。ちょっとチャンスアップ。でこの怪獣についての内容ポイントか何かっていうのは、まあ、あの気になる方は調べてください。あんまり関係ないです。スロット打つ上では倒したらラッキー、そうじゃなきゃついてない。敵が全部で5、6種類ぐらいいて、一番下だと確か 5% とか 10% とかで、一番上だと 100% 倒せるっていう、まあ、そんな感じでした。あ、これチャンス攻撃ですね、くるくる回るやつ。チェリーでもね、たまに倒してるんだけど、あ、でかい、ワンチャンですよ。あー、出ました。で、これに倒して、ダダダーンと。はい、これで撃破しました。これでジャック1個増えてます。で、獲得枚数アップと。いいですね、あのさながら A タイプのように打てる、かつ消化中にね、新しい楽しみ方、まあ、昔の台だとボーナス引いたらもう、とりあえずボーナス消化して、でその後みたいな感じだったんですけど、この台はボーナス引いてからもまだ楽しみがある、まあね、AT のいいところです。はい、引けずと、うん、本当赤なんでね、技術界に引けるときはね、もう1回のあそこで5回も6回も引けるときはありますけど、そうじゃないときもあります。はい、ということでこんな感じでボーナス消化してきます。はい、当たらないと。そりゃそうね、ジャイがこれ一番強いんで、めったに倒れないです。はい、来た。痛いか。このバー、まあ揃えないこともできるんですけど、揃えないとボーナス始まらないんで、揃えてください。おっ、これ、あれです、カメラの目、ジャギンってやつ。議論は 25% で倒します。倒すんですけど、一応チャンスアップついてるんで、もう体感 30% ぐらい。うわまあ議論の 25% なんで、まあバジリスクの巻物で BC 引っ張ってくるぐらいの感じですかね。お、これチャンスアップだな。いや、倒れるかもしれないです、これ。はい、あー、残念。はい、残りジャック2つ。まあな、バルゴン倒せたらね。はい、ないですね。はい、最後のジャックです。はい、まあやっぱり倒せないです。バルゴン硬いんで、まあこれだってちょっと少ないな。400数十枚、平均がね560って言ってるんですけど、まあチャックね、取れば取っただけ怪獣倒すチャンスも増えるんで、
平均は560なんですけど、多分めっちゃ取れる時とで取れない時でだいたい450枚から500枚の間っていう認識です。ただ取れる時一気に800枚とかで全部合わせて平均560枚、そんな感覚です。あれ、まあ今回はしょうがないです。あの技術会に引けなかった。おお、超嬉しいやつですね、これ。これで、ジャック1個もらってもう90枚プラスで500枚ちょっとと。でその技術介入ミスると何が起こるかっていうと、まあ多分体感で分かると思いますけど、まあ、敵が本来弱くなってたはずの敵が強い、倒せたはずの敵が倒せなかったりなんだりで、獲得枚数損する可能性があると。まあ、ディスクアップと違うところ、ティグラスと違うところはその場ですぐ損しない、倒せなきゃ損みたいな。だからまあディスク介入ミスっても子役で投げ倒すとかねまあいろいろありますけど、まあミスらないようにするのが一番です。まあ一発目のビッグから500枚以上取れるのは幸先いいですね。はい、500枚突破。たまにこの500枚のところで仕事枚確定って出るんですけど、見たことはないです。まあでもまだ導入してからそんな経ってないんで、まあ、よく使ってるホールもあるんじゃないかな。あ、そう、ちょっと実践ホール、いつもお世話になっております東方マルハン、撮影で使わせていただいております。まあ、編集に疲れたら大体この辺で撮ってます。まあね、はい、はい、ですね、556枚。グッド、はい、一応設定室は出ます、ここ。はい、でボーナス5は一応高確率、まあ、高確率って何なのって、話ですけど、まあ、一応これ AT キーでボーナスの当選経験2つあります。リーチ迷惑を引くかバトル目って、言われてる目2つぐらいあるんですけど、まあ、それらが一応ボーナスを抽選してると。でこのバトル名のボーナス通り戦率が、違うというかライブモード、まあ ET 機なんで一応ね、なんか表とか裏とかモードとか運とかいろいろあるんですけど、まああんまり気にしなくていいです。唯一、覚えておいてほしいのが、裏バトル、画面のバトルするとき、あ、議論ですね、落としちゃダメです。画面のバトルするとき基本的に画面、こっち側にいます、左側ですけど、たまにガメラ右側にいるときあるんですよ。裏バトルって言って、そのバトルは勝てばボーナス確定だし、負けても結構いいモードにいる可能性があるよっていう示唆になってるんで、裏バトル出たら基本1回当たるまで打ってください。結構ビッグ出てきます。でこの画面が赤い間も基本的にはやめないでください。ビッグもレギュラーもボーナス終わってから30ゲームぐらいは結構合格いること多いんで、即やめはしない。これはバトルメってやつですね、ジャイガー、これ一番強いやつ、まあ、ほぼ勝てないですね。あと夜になるとちょっとチャンスなんじゃなかったかな。あ、ヒロ、一応ガメラ細かい演出いろいろありますけど、まああんまり気にしなくていいです。ガメラが勝ってビッグ引ければ勝ちみたいな台なんで。ただ細かいところは覚えると1画目2画目いろいろ出てくるんで、まあ面白いです。演出矛盾で1画とかね。今下ざら500枚ぐらいかなあるんですけど、まあ、ガメラね、出るときも早いですけど飲むのもめちゃくちゃ早いです。吸い込み速度はもう外線を彷彿とさせるような、こんな減るの早かったっけみたいな。まあ吸うのも出るのも早いんでいいとこだと思いますけどね、僕は。メリハリが効いてて、でボーナス合算はだいたい220分の1ぐらいですね。で最初冒頭言いましたけど基本静かです。なんかガメラがごちゃごちゃ言ってる時結構熱いっす。これチェリー否定なんですよね。
あれこれ当たっ、いや、なんかリーチ目かもしんねえ。当たってるわ。今日ちょっとチャンスパターンのやつですね。うん、多分リーチ目ですね。なんか違和感あったもんな。ちょっと僕もね、リーチ目は打つんですけど、このガメラのミリチュに関しては逆をすると毎回ちゃんとリーチ目止まるんですけど、ああペッパーゲーですね。中央すると、リーチ目止まらないことあるんで、はい、レギュラーボーナスで、レギュラー中は、一応ちょいちょい設定したとかありますけど、まあこの設定したとかはね、出てきたら、黄色に勝ったりとかトロフィー出たりとかいろいろあるんで、まあ出たら、あ、これですね、大車輪カメラ何否定だったかな。まあ一応出たことだけ覚えておきましょう。で、このレギュラー中に画面が割れてバトルになることあります。で、バトルだったら50パー以上勝つんで結構熱いです。はい、94枚いいでしょう。僕ディスカップのところでも話したと思うんですけど、まあ、演出バランス今回ねすごくよくできてると思います。まあね、当たらないときに静かっていうのもすごい大事だと思うんだよね。で、通常時は大体このカメラの素顔を見守るだけです。もうこれがねかわいい。ガメラが起きるのは、まあ、バトル目が止まったとき。こいつ、なんならリーチ目止まっても寝てますからね。おお、びっくりした。これね、しかも俺今、ぼーっとしててリプレイフラグ立ってるんで特殊リプレイですね。もう誰がどう見てもリーチ目。いやー、えこのカメラいいじゃん。まあこの1000円で30ちょっとしか回らない、そしてピックが500枚ちょっと取れるで、要素を聞いてもらえば分かると思うんですけど、負けるときえぐいっす、まあ、天井まで行くだけでもとてつもない量のコイン飲むんで、なんですけどピック引けばマジで勝てます。ひたすらビッグが効いてればうっかりなんか3000枚ぐらい出ちゃうぐらい荒い。ディスクアップも結構荒かったですけど、オーナイはそれより少し荒いかもしれないですね。に加えて一応技術介入500ダッシュ 100% で 102% っていうリモーキーで出てきてるんで、ちょっと休みの日スロットしたいなっていう気分の時にはね、こいつ間違いないです。いやね、打った気にさせてくれる。僕結構最近のスロットまあ辟易しながら打ってるんですけど、久々にね打ってて楽しい機種が出てきてくれて嬉しいですね。この AT の仕組みだったり吸い込みの速度だったり、そういったものをなんかまた別機種に活かして、ライガーはね強いんだよね。お、連続攻撃あんのか。また別機種に生かしてガメラがきっかけになってくれるような気してんだよな。6号機でその吸い込み性能と出玉速度、これ実現できるんだったら、ちょっとペナルティはね優しくない、優しくないけど、今の姿勢ならねこれぐらいの赤目立ち線狙ってくださいぐらいはできるよ、できる。
はね、まあこれもね、なんだろう、 AT 機のいいとこ、基本的にボーナス機だとエース来てても当たる前に分かるんですよ。リーチ面出てるんで、このエースでびっくりするのはいいとこ、まあ、本当にびっくりしてる。ジャイガーだからね、このビッグがね、それを前のこのガドルがドニャーンって出てくるのがいいんですよ。ドニャーンっつって、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 
の炎のやつって確かレア役対応なんですよ。で押し順出てるってことは多分リーチ目止まりますね。押し順リーチ目役ですね、363ゲームちょうど下皿がなくなりかけてたところでした。なんかねリーチ目役と他に押し順リーチ目っていうのがあってなんかね発生した時の一部でなんかリールロック発生してっていう演出があるらしいですけど僕結構打ってるんですけどあとまだ1回も引いたことないです。今日引けるといいですけどね。はい、バケでもね、これ滑ってビッグになることあります。この気になってラブラの原作見たんですよ。さあこのギロンってやつがギャオスの首をはねててで子供たちがそれ見てビビるみたいな。でそこにガメラが登場するんですけどその時なんかガメラが鉄棒であの大車輪あのすげえアクロバティックな動きをするんですよ。でそれ大車輪ガメラっていうらしいんですけどなんかね笑っちゃったよね。はい、91枚。ガメラのテーマソングみたいなやつですよ。ボーナス中にかかってる曲。強いぞガメラ、強いぞガメラ、強いぞガメラみたいなやつ。お、これですリールロック。何段階リールロックすることによって変わるんですけど、何択だ？もう一個。もう一個、もう一個くれ。もう一個くれ。あれこれさあ、あ、当たりました。初めて初めて引いたら当たった。これ押し順でリーチ目が止まるんですけどこの場合はもう確定ですね。はい、ありがとうございます。かわいい。一応逆回転してるんですけどあれが2択になったら、まあ、2分の1でリーチ目が止まる、まあ、外れたら残念と。ありがとうございます。147ゲームですね。押し順リーチ目からジャイガーをね子役で投げ倒すのがめちゃくちゃ楽しいんだけど。おっとこれだよ。ちょっと物足りないけどまあまあまあ、はい、そうそう。おお熱い。いやー相当熱い気するなこれ。ああ裏バトルジャイガー、まあ、当たればビッグで外れても熱いです。普段カメラあっちいるじゃないですか。逆です。いやーあるなこれ。はい裏カメラモードってやつですね。なんだったかな、なんか当選率が上がってるのかなんだか。一応その A タイプの気持ちで打てる言うても AT 機なんで、まあ、外から見てねこの裏バトル以外はあんまり分かんないんですけど、あそう主にバトル目での当選率が上がったりとかなんかいろいろ中でなんかやってるみたいです。一応もう裏バトル出たんでまあ一回当たるまでは打ちましょうっていう。
ール面ってさ、なんか何から当たったの？ちょっとよくわかんないです。あ、でもね、裏カメラいたんで、多分ピンク出てきます。ドギャー、ドギャー、ドギャー。早く口切れ、いいでしょう。はい、あ、今までの演出でちょっと分かってくれたと思うんですけど、まあ、大体寝ててなんか画面がごちゃごちゃしてるときは暑いです。あのカメラがすごいなんかアピールしてるときは暑い。最近この演出で一喜一憂できるというか、暑い演出でフィールを止めるのが楽しみになったりとか、そういうセンスロットが少なかったから最近なんか俺は嬉しいです。こういう台が出てくれて、たまのね、休み朝から打とうって思えるよね。まあ、この台結構下が甘くて、低設定での運用を前提に設定組まれてるんですけど、まだ上の割がそんなに高くないこともあって、時々高設定っぽい台座れることもあると思うんで、まあ、高設定何が違うのっていうと、まあ化けが多いです。設定1で、ビッグ6化け4っていう比率らしいですけど、高設定だとなんか化けの方がで、グラフが結構滑らかになると思います。まあでも六角出た台でもビッグ引けなくて爆死みたいな後続も結構上がってるんで、結局やっぱりそこはディスカップと同じですね。ほぼ設定差ないビッグ引けないと負けるよっていう。まさに逆を返すと低設定でもちゃんとビッグ引いてりゃ、まあ、2000倍3000倍全然あるよっていう話ですね。392ゲーム、何から当たったんだ。中押ししてたから多分リーチ目出なかったんじゃないかな。はい、客から火をこうバンバンバンと吹いていくのはチャンスパターンです。はい、進化じゃない、なんだっけ、これ絶対差あるやつです。これは なんて言うんだろうな、まあ、レギュラー昇格ですね、設定差あるやつで、な何起こってるかっていうと、ビッグボーナスなんですけど、最初レギュラーとして告知されてる。だから番長2を覚えてる人だったら、しっくりくるかもしれないです。ビッグボーナスなんだけど、一部でレギュラーとして告知して途中から昇格したように見せるみたいな。576枚でしょう。チャンスなんで、うっかりバトルに勝ったってことも、あ、今の虹色の攻撃外れます。そういう攻撃らしいです。おお、びっくりした。次回予告かな。相当熱いです。さっき言った通り
通り基本何も起こらないですけど、なんかごちゃごちゃ言うときはまず暑いです。あるな、今逆押しすればよかったな。逆押し B チーム見れたかもしれないです。いやー、これ倒れなきゃ当たりなんだけどな。はい、まあ激アツはね、激アツは外れてこそ激アツですから。あ、トグリップですね、これ手に揃って払い出しないんで、これ当たりです。もう381ゲーム。ぼーっとしてたわ。外れろ。はい、はい、86枚。あ、うん、うん、こっからリプレイ止まんの。いや、当たってますね。第一停止で中段リップ揃うことないんで、いや、揃ったことないっす。キックがいいな。くぅ、よし。はい、今回はジャック7。よけろ、いいでしょう。はい、ボーナス後101ゲームと。じゃあちょっとね、撮影時間あんまり長くなっても編集大変なんで、と実戦はこれぐらいにしたいと思います。はい、それではお疲れ様でした。今日ガメラの実戦動画でした。最近の歌いの中では一番好きです。見てて楽しい。さっき見ていた時間ですが、ガメラのいいところ3つまずね、演出で熱くなる。これはね、 AT 機で、タイプを実現しようとしたからこそ、ガメラのバトルで倒れんな倒れんな倒せ倒せっていうね、演出を見ながらちょっと熱くなれるのがまず1個いいところですね。で、あともう1つ、ボーナス消化中が楽しい。ボーナスの技術介入と自宅で、敵を倒す中層にしてみて、ボーナス中にその獲得枚数の要素があるというのは新しい楽しみ方です。だからうまく使えばもっといい楽しみ方というか、新しい可能性を感じますよね。ということで最後です。ガメラが可愛い。あいつね、まず何もないとマジ500円ぐらいせやーですよ。でも僕はああいう武骨なりタイプというか、当たってないんだったら静かにしてほしいっていう、僕はね、最近の台は当たってもないのに、あのそうだ、熱いかもしれないっすって言う。黙っとけみたいな。これでガメラさんは、はい、もう一回来ました。はい、ご飯を盛り上げてください。はい、東方丸ハンクラスの小次郎っていう中華屋さんですね。キーボルも痛めてでしょうか。で、そう、あとガメラ打つときに結構投資がかさむんで、なるべく長打みたいな打つように。あと、チャージを打つスパニエラさん、議論をこぼすな、議論が13枚ですからね。そう、気をつけて楽しめば、最近の気象の中では設定非常に楽しめるおすすめの台になっておりますので、ぜひ興味のある方いたらご覧ください。